すごい伝説の曲のバンドがあってね、そこのボーカリストが交通事故で死んじゃって、それをみんなの国民が全員がもう嘆いて悲しんだっていうところなんだよって。それがビクトル、うん、そう、あ、ビクトルじゃない、ビクトル違う違う、あの、あ、そうそう、ビクトル、ビクトルですね、そう、ソイの、あの壁、はい、うん、木の、うん、そうですね、あの、うん、バスかなんかに車で突っ込んじゃって死んじゃうんですよね。あ、そうなんだ、実際は。あ、そうなんだ、はい、なんか釣りの帰り道とかでなんか言ってたけどね。あ、うん、そうそう、はい、それらしくて、でその時は、そうなんだって、じゃあ日本で言うとヒデさんみたいな人なのとか言ったら、うん、なんかもうもっとすごいよ、あの、近いものありますね、そう、なんか国民全員が知ってるバンドだったからみたいなさ、うん、で確かにあのそれを思い出してね、うん、あの時の会話だ、うん、なんかあれのことを言ってたのかってつながって、うんうんうん、でウィキペディアとかで調べてみると、あのソ連第1バンド目、1号目のバンドって言ってるからさ、そうなんだって。 で音楽を聴いてみると、もうなんかなんだろうな、大体その西洋文化を取り入れた第1番目のって大体モノマネだったりとかするでしょ、まあ、そうです、それがしょぼくなっちゃったりとかしてさ、はい、なんだけどもうね、同じように70年代の音楽をちゃんと聴いてて、うん、オリジナリティを確立してて、当時の80年代初頭の他の例えばイギリスとかさ、うん、アメリカのバンドと比べても遜色がない音を出してるの、うん、だからすげえなと思っちゃって、うんうん、やっぱ研究されてるし、うん、ただ録音技術とか機材の差はきっとあったんだろうなっていうしょぼさはあるんだけど、うん、楽曲のクオリティっていうのはね、全然ね、あの引きを取ってないんだよね、うん、だから国民があの何だろう、海外に対してもさ、うん、あの自慢のバンドというかね、うん、そういうことなんですね、うん、と思った、うん、普通ちょっと恥ずかしいじゃん、なんか、うん、なんかいいよな、お前の国のバンドこんなんでって、うちのバンドの6番だってちょっとダサいんだよねみたいなさ、日本だって最初のバンド多分ダサかったと思うんだよ、あ、うん、グループサウンズの頃、ね、そうそうそうとかね、うん、でもそんなんじゃないもん、すごいちょっとね、だからその辺でああと思って、うん、あのズーパークの方は、うん、その西洋の音楽を忠実に表現しようとしてて、うん、でキノの方は、うん、もっとこう自分たちの、うん、こう音楽、うん、言葉を出すように、うん、してるって感じですもんね、そうですね、うん、そうそうそう、だからね、あの多分ねマイクがプロデュースをしてただろうけど、後に多分離れて、うん、サウンドのイニシアチブは最初2人出てくるけどさ、うん、マイクとさ、あ、じゃあビクトルともう一人のギタリスト、うん、そっちがね結構ね、あのサウンドの要だったみたいなの、うんうん、で曲を作ってるのはビクトルなんだけど、ビクトルの曲がさちょっとやっぱり詩的内省的というかさ、うん、暗いものが、うん、だから彼自身はずっとフォークをつながる通しているようなサウンドなんだけど、うん、それをちゃんと現代風に聴かせるためにサウンドはねちょっとエレパッドを使ってたりとかね、うん、結構ノイジーだったりとか、うんうん、だからその辺の面白さがあったのかもしれないなみたいなさ、うんうん、土着的なものと、うん、西洋的な派手さとみたいなさ、うん、あと映画の中のシーンで面白いなと思ったのが、うんうんうん、あのルー・リードの曲をどうだいって、うん、あのマイクがナターシャに聞くシーンがあって、うん、そしたらあの説教してるみたいとか、うんうん、あとでもなんか意味はあるみたいなことを言ってて、うん、じゃあボーイはどうだいって、うん、デビッド・ボーイのことを聞いたら、うん、デビッド・ボーイの方にはあまり歌詞に意味がないみたいなことを言ってるシーンがあって、それが面白かったですね。でね、あのまあこの映画を見たってことで、あの一昨日、昨日か一昨日ね、そのロシアのスタッフとなんかやり取りしてて、で今後の話とかもあったんだけど、そしたらやっぱりその時に、そうそうそう、これ面白いよって見せられたのがね、去年のね、メタリカロシア公演だったわけ、うん、そしたらあのね、キノの曲をカバーしてる、へー、そう、なんかその、なんだっけ、スーサイダーテンテイシーズのさ、元、古いけどさ、うん、ベーシストがいるじゃん、
あの今メタリカのベーシスト、はい、あの人ね、あのいろんなその国々 の, あの、まあ、レジェンドの曲をねカバーするんだよね。で大体1人とかあと、まあ、2人とかで譜面とか見ながらやるんだけど、はい、それで昨日の曲やってたの。じゃあ喜びますね、うん、あのロシアの人たちは。ねえ、喜び、それはそう。だから本当にそんくらいのでかいバンドなんだろうね、うん、そう。そんでなんかあなたもちょっとカバーをねあのした方がいい、取り入れた方がいいよみたいな話になって、はい、で、クイーンのショーマストゴーンとかやったらいいんじゃない、はい、って言うから、ああクイーンか、でもキーが高いしなって。そういえば俺最近デビッド・ボーイのまたあのレパートリー増えたんだよさ、はい、ボーイ、てん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 できて、はい、なんでなんで俺ライフ・オン・マーズすげえちゃんとすげえいい感じなんだよねさ、はい、いやボーイってロシアじゃそれほどでもないんだよって言われて、そうなんですか、なんか確かに何回もボーイやってんだけどあんま盛り上がんないわけ、ロシアで。あの僕の後輩が、うん、スラッシュ系の、うん、あの、うん、ヘビー系のロックバンドで、うん、あのヨーロッパツアーに行った時に、うん、その地元の人にやっぱりカバーやった方がいいって言われて、うんうん、でじゃあ何やったら、うん、何やったらいいのって聞いたら、うん、ドラゴンボールって言われて、ドラゴンボールの曲をカバーしてやったそうですよ。そしたら一番盛り上がったとか言って、ね、だってそうなんでね、じゃあ何がいいって言って、じゃあ何ができんだって言うから、デペッシュモードとか大丈夫で、そっちの方がまだマシだよとか言って、なんすデビッドボーイそんな扱いかないからしくて、じゃあなんだよって言って、なんかやっぱね向こうでもね、K-POP ばやりなわけ。あで俺が最後行った時に、少女時代とか流行っててさ、あでじゃあ俺に少女時代とか歌えっていうのかよさ、それいいんじゃないとか、マジかよみたいな。それだったら俺も見たいっすね。いやほんとね、だからねちょっとねいろいろですよ、だからほんとに、うん、世界はデビッド・ボーイがねそこまでロシアで好かれてないっていうのはちょっと意外ですね。それほどでもないと。僕なんか大好きですけどね。うん、そう。あとね、ちょっとすごいショックだったのがね、あのスウェーデン行った時にね、カラオケパブみたいなのがあるわけ。そこ行こうって言われて、いいよって言って。で、まあ、ステージがあるんだよね。だからその、なんだ、ちょっと歌にちょっと自信を持ってる奴らがさ、エントリーしてさ、うん、あの、日頃の練習を披露するみたいな感じの、うんうん、本当うまいの。みんななぜかメタルしか歌わないんだけど、うん、すごいうまくてプロかよっていうぐらいうまくてさ、で、あのその時もじゃあ何歌ったらいいってその今度はスウェーデンのスタッフに言って、うん、でなんかデビッド・ボーイのレッツダンスどうさ、それダメだよって、あの歌ったら笑われるとか言って、なんでって言ったら、なんかスウェーデンのなんかティーンエイジャー向けのなんかコメディーな学園もののドラマの主題歌だったから、そのイメージが強いからみんな笑っちゃうとか言って、あーみたいな。そうか、はい、てつやさんはデビッドボーイが、うん、まあすごい好きだと思うんですけど、うん、一番好きなアーティストですか。そうです、あのひっくるめて、すべてひっくるめて一番。じゃあその中で一番好きな曲って言ったら何なんですか。もし一曲って言ったら、じゃあライフオンマースかな。ああ、うんですね。そうですね、うん、嬉しい。僕なんか、まあ、僕もやっぱりいっぱい音楽聴いてきてて、うん、最近なんかこうこれだっていうのに出会えなくて、うん、そしたら哲也さんがこう僕が欲しがってた音をやってたので、そう、この言葉ですごい、もうこれだと思いましたよ。まあすぐメールも送りました。うん、ありがとうございます。なんかね、あのすごいありがたくて嬉しいことなんだけどね、俺ねやっぱね昔からねミュージシャンの人は分かってくれるんだけどね、なんか一般リスナーにちょっと届きづらいというかね、そういうとこあって、いやでもいや全然あれは普通の人たちももっと聞くべきですよ。うん、聞いてほしいんだけどね。本当にあれはもうアレンジもすごいし、うん、まあ、アレンジすごいなと思ったし、あと音もいいし、うん、嬉しい。もう曲がまずかっこいいんで、嬉しいです、最高です。なんか本当ね俺、あの実はシンガーっていうよりコンポーザーの意識が強いから、あの歌はあんまり得意じゃなくて、だから作る方が好きなんですよ。
ただ俺が思ったように歌ってくれる人がいないから自分でやった方がストレスないしハッと手っ取り早いなって思って、でも声とか低音ボイスだけど、意外とレンジあるんですよね。あるあるある幅が、音域高かったり、それもすごいなって。だからそれも問題かも。極端な曲だと1曲に3オクターブくらい使っちゃってるのね。それカラオケで歌えないよね誰も。まあそうですだからですね、そういうところあるよね。これ声低いし、これ歌いやすいかなと思って歌ってみる、口ずさんでみると、実は、キーが高いところもすごくあって、そうだから自分でもそれあって、キー決定が結構大変で、ここから始めちゃうと上出ないなとか、ここ上が高すぎるから下げると下出ないなとかね、いうのも結構多くてね。ああいう曲を僕が表現しようとすると、ちょっとあのキャラが違うんで、あの僕はできないですけど、でも僕はああいう音楽が好きなんですよ。嬉しいですね。なんかまたちょっと心折れずに、なんか続けられそうです。いや、やっぱいいなと思ったことは、僕はあのちゃんと伝えようっていうふうにいつも思ってるんで。素晴らしい。やっぱもったいないじゃないですか、いいなと思ったことを言わないっていうのは。いいですね、しなくんいい人だな。いえいえ、その彼かけて悪口いっぱい言ってますね嘘です。でもやっぱりね、あの人の悪口でエネルギー使うんだったらね。確かにね。いや本当そう思う、いいことでエネルギー、そうですね、いいこと言ってエネルギー使った方がいいですね。その方がね、あの自分精神的にもいいしね。やっぱ物事がうまく回りますよ。あの脳みそのシステムって、その第一人称がないらしいからね、だからネガティブなことを言ったりとか考えたりとかすると、それが全部自分になってしまうっていう、やっぱりね、今のコロナ禍でさ、そのなんとか警察とかってたくさん言うみたいだけどさ、本当クソだもんね、そんなのね。本当そうですよ、いや本当になんか前向きに、ポジティブなことで回してった方がいいと思うし、だってこの中で学べることとかたくさんあるしね、あのこれで気づけたこととかってたくさんあるし ね、だからいいふうにできるだけ考えた方がいいと思うなぁと思って。ほんとそうですね。そうなんか周りがあってる中であれなんですが、そろそろお時間ということで、しな君何か今後のご予定なんかは。僕あのノアというバンドの他に、ビジュアル系映画歌手たかしっていうのをやってまして、それが早速、8月の18日火曜日に元ヤタルート14で、無観客の無料配信ライブをします。はい、もしよかったら皆さん無料なんで見てください。あと投げ銭とかもあるんで、投げ銭入れてくれると多少は僕にもこっち入りますんでぜひ、ね、お願いします、あとはですね、ノアの方で11月の13日なんですけど、僕昔キーパーティーというレーベル、事務所にいたんですけど、そこに一緒にいたアリエヌ・マリアージュっていうバンドとノアットでツーマンをやることになったんで、よかったらぜひ。しかも僕のあの誕生日の、ああそれはみんなね、近くに生誕祭も兼ねてますんで、よろしくお願いします。はい、でこれさ、あとありますか。これあの、あとこのこっちのアリエヌ・マリアージュのギターのマストも誕生日が近いんで、2人のダブル生誕祭っていうことになります。いや本当にね、こんな状況ですけど、めでたいものはめでたいのでね、あの、みんな、感染予防気をつけながら、なんか参加できるところは積極的に参加していけたらと思いますね。僕の方は、9月13日、まだね詳細発表できないんですが、こちら大塚のライブハウスで、ピアノと僕との2人の、アコースティックのスタイルで、オリジナルや、洋楽のカバーなんかを含めたライブやりますんで、こちらは、人数制限を入れしてお客さんを入れる予定ではあります。もう一バンド、2バンドでのライブですね。配信も多分あるそうですので、こちら、ツイッターなどでチェックしていただけると、嬉しいです。本日のゲストは、ノアのしなさんでした。ありがとうございました。ごきげんよう。
Tokyo Borderless TV